マレットアニはエストニアタリー出身の女子プロテニス選手。自己最高ランキングはシングルス63位、ダブルス39位。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。エストニアは旧ソビエト連邦の時代、リトアニアラトビアと共にバルト三国と呼ばれた。1991年にバルト三国が独立国家となり、 それに伴って、ソビート連邦の崩壊が起きた時、兄は9歳であった。マレットは、バレーボールコーチである母親の勧めで7歳から、テニスをはじめ、1997年に15歳で、プロ入りした。1998年から、女子テニス国別対抗戦、フェドカップのエストニア代表選手になる。2001年の全米オープンで4、大体海予選会に初出場し、 一年後の2002年、全米オープンで、初の予選突破を果たした。2004年の全豪オープンで、マレット兄は、エストニアのテニス史上最初の異業を打ち立て、女子ダブルスのベスト4に進出した。チェコ人選手のリブセプルソバとペアを組んだ兄は、女子ダブルス準決勝で、ロシアペアのスベトラーナクズネツワエレーナリホフセワグミに2から6、4から6のストレートで敗れた。同じ年、 エストニアはフェドカップで初のワールドグループプレイオフに進出し7月10日から11日にチェコと対戦したエストニアの首都タリン市内のスタジアムで行われた入れ替え戦でエストニアは2勝3敗でチェコに敗れワールドグループ初昇格のチャンスを逃した2009年4月25日から26日のフェドカップワールドグループ2のプレーオフで エストニアは3勝2敗でイスラエルを破り、2010年度のワールドグループに出場資格を得た。2010年のフェドカップでは、初戦のアルゼンチン戦に勝利し、2004年以来のワールドグループプレイオフに進出したが、兄はキム・クライシュ・テルスに4から6、2から6、ヤニナ・ウィック・マイヤーに6から2、1から6、1から6で破れエストニアチームも通算2勝3敗で、 ベルギーに敗退した。兄はオリンピックに2004年アテネ五輪と2008年北京五輪の2回出場している。アテネではカイア・カネピト組んでダブルスに出場したが、1回戦で第4シードのアリシア・モリクレネスタブスのオーストラリアペアに4から6、1から6で敗れた。北京ではシングルスにも出場したが、ルーシー・サファーロバに4から6、2から6。 カネピトのダブルスでも1回戦で、ビクトリア・アザレンカタチアナ・ポーチェクのベラルーシペアに、2から6、2から6で敗れ勝利を上げることはできなかった。兄はこれまで4大大会女子シングルス本戦に9度、出場しているが、シングルスでの勝利がない。2011年4月のフェドカップのベラルーシ戦に、出場したのを最後に現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝。 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。